はい、本日はまだね10時前でございます。初中御免申し上げます。おはようございます。助走から JR 横浜線快速停車駅の相模原さくらでございます。これを出してなかったですよね。これが必要でございます。まあ、ね、置き場所はね本日はね10時5分のね星ヶ丘を経由するバス乗車いたします。本日はね早朝5時から起きております。準備整えてね出て行っております。本日はね楽しい夏休みの初日です。まあね、それでこそね安心安全のね夏休みをね過ごしますね。本日まだ初日ですからね。まだねバカの連中はね駅の方に向かう人間がね非常に多いですからね。まだそんなにもね人はねいないと思います。もう間もなくね10時5分でございますね。一瞬ねちらほらといますけど、私もねねお顔がねもね、この夏乾燥なんですけどね、7回目の夏、7回目でしょうか、数えて2015年からですからね、神戸の夏ね、よろしゅうございますよ。奈良の夏はね、地獄ですからね。神戸人はね、奈良に行くとね、ぶっ倒れます。鍛えておりませんから。これで暑いんですよ、バカじゃないでしょうか。私はね、いい心地いい風、今でもね心地いい風吹いております。こんなのはね普通のね夏の暑さでございます。セミもね鳴いておりましてね、夏休みの光景でございます。金なんて言うアルミの椅子もね暑いんでね、結構ね人がいなかったらここで待った方がいいんでね。顔見えますでしょ。本日はね、こちらは図書館返却ボックスですか、優先ですからね、仕方ありません。私もここで撮影しやすい場所なんでね、しております。まもなくね、そういってもね、山陽バスはね、すぐにバス停の発車のね、乗車位置に着けませんからね、なかなか。ね、まあ、5分前ならね、もう、用意はいたしますね。本日もね、星ヶ丘を経由するバスに乗車いたします。三越デパートございません。星ヶ丘テラスもございません。市営地下鉄東山線もございません。東山公園動植物園もございません。あるものはねバカです。以上でございます。じゃあバスに乗車いたします。